皆さんこんにちは。 JCRD ニュースキャスターの阿郷です。羽田です。皆様いつもご覧いただきありがとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本年最初の JCRD ニュース、今回は新年第1号にふさわしい新しい取り組みをお伝えします。1月17日地域活性化センターでは、地方創生の担い手の育成に向け、千葉県いすみ市、京都府福知山市、秋田県由利本荘市の3市と人材育成に関する連携協定を締結いたしました。当日は地域活性化センター理事長をはじめ、いすみ市長、福知山市長、由利本荘市副市長が会場に出席し、書面を交わしました。本連携協定は、縦割りや組織を超えた横串人材の育成を目的としたものです。これまでやってきました縦割りの専門家の育成だけではなくて、そういう人たちを横につなげる、あるいは地域も横につなげる、そういう、私は横串人材って言ってるんですけども、そういう人材の育成がどうしても必要になっている。普遍的に横串人材の育成をやっていくということが重要なことです。そのことを今日誓い合ったわけでございますので、私たちも力いっぱい応援させていただきたいと思います。自治体との強固な連携体制の構築により、人材育成を推進していき、今後は同様の取り組みを全国各地の自治体に拡大していく予定です。全国に拡大していくということで楽しみですね。今月のニュースは以上となります。だんだん寒くなってきたんで、皆さんインフルエンザと気をつけてですね、日々の生活頑張っていきましょう。ではまた次回お会いしましょう。またね。またねー。